こんにちは、ともみきです。今月もこちら、マイリトル、今回はね、ウィッシュボックス届いたので、開けていきたいと思います。2016年最初のボックス。じゃん、ポーチにまた色ついてる。はぁ、かわいい。この前もピンクのポーチで結構テンション上がったんだけど、今回水色のポーチです。コスメの柄になってんのかな。2016年最初のボックスのテーマは「Wish 願い」。いつも入ってるこれね、いろんな効果入ってるものの使い方とかいろいろ情報が入ってるちっちゃい雑誌。なにこれ、え、なになに、いっぱい入ってるよ。アクセサリー見て、じゃん、幸運のブレスレット。すごいね。こんな感じでいろんな色のブレスレットが入ってます。ブレスレットを常につけて、だんだんクタクタになって、ついにほどけてしまった時、願いが叶います。なんか普通におしゃれだよねこれ。お、本、いやいや I like you ノート、あ、カレンダーだ。こんな感じで結構大きめに枠があるカレンダーなんで、日記とか書くのに良さそうな気がします。デザインもね、大人可愛いって感じです。じゃ、この中開けていきます。ボディクリーム。あ、スナイプボディクリーム、レモングラス&オリーブ。なんか最近いつもクリームが絶対入ってる気がする。こんなかなあ、結構柔らかめのクリーム。美味しい美味しいじゃないか。すごいレモンの匂い。レモンだからなんか男性でも使いやすそうな感じのね、すっきりした匂いです。すっきりさっぱり。これは顔用かな。トリロジーバイタルモイスチャーライジングクリーム。顔と首になじませるやつで、朝夜使えるって。首にってとこがいいね。首で年齢出ますから。レモンの匂いが結構あるから、こっちの匂いわかんないかもしれない。あ、もうレモンでわかんない最近乳液切れちゃったから、ちょうどいいタイミングでそれいつもなんかが切れる時にこのボックス届くからね、ちょっと便利何これ、クレンジングバーム。トリロジーのクレンジングバーム、初めて聞いた。クレンジングバームって、こんな感じでリップクリームみたいな入れ物になってます。これをメイクになじませて、でね、拭き取るみたい。コットンクロスを塗る前に湿らせて軽く絞り拭い取っていただきます。あ、でも今すごい固形だったけど、指に取った分ね、今もうオイルになってトロトロになってます。匂いはそんなしなくて優しい、ちょっとお花っぽい匂いなのかな、がちょっとだけします。最後、あ、何これ、かわいい。またマイリトルボックスのコスメのシリーズかも。デザインがかわいいリップバームです。口紅みたいにここが斜めにカットしてある。なんか美味しい匂いする。ウェハースみたいちょっと口紅の上からだけど、あ、これめちゃくちゃ柔らかい。これカードには1500円って書いてあるから、これもどっかで買えるのかな。最近なんかマイリトルボックスのシリーズのコスメとか外で見かけるようになって、もしかしたらこれも探したらあるのかもしれない。はい、以上が今月のマイリトルボックスでした。マイリトルボックス何って方、動画概要欄にあるリンクチェックしてみてください。今月私一番お気に入りはこれかな。このレモンの香りのボディクリーム、本当にさっぱりした匂いなんで、男女問わず使いやすいのかなと思います。毎回ね、人によってちょっと中身が微妙に違ったりしてるみたいなんで、私のはこれ入ってたよとかあったら、ぜひぜひコメントの方で教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。